は from 埼玉です。ご心配くださった方もそうでない方もお久しぶりでございます。なかなか抜けなかった我が家の風邪菌もようやく抜けて、また編集と食べ歩きを再開できそうです。パワーアップして頑張っていきますので、またマルコとマルオの珍道中にお付き合いいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。今日は大宮にある大好きな角上へ海鮮を買いに向かっています。その近くにいつもいつも気になっているお店があるので行ってみようと思います。中華そば専門田中そば店さんというお店です。おいしーずという会社が運営されています。そば店というからおそばかと思いましたら中華そばなんですね。喜多方ラーメンをイメージして手軽に食べられる田舎のラーメンをテーマに作っているそうです。ラーメン屋の原風景を味わえるようなイメージを大切にし、小さい丼を使い、なみなみと注がれたスープに平打ちの縮れ麺、スープは豚骨を濁らせないようにして炊いて塩だれで整えているそうです。他にも有名店を食べた時に感動して作ったっていう山形の辛味噌ラーメンもあるそうです。田中そば店は他に田中商店というラーメン屋さんも経営していて、2000年に足立区に田中商店をオープンして以来、おいしいにこだわり15店舗目をオープンしたそうです。すごいね。そんなこだわりのラーメンいただくのが楽しみです。さ、この右手がお店ですよ。券売機スタイルでの注文です。店内は明るくて綺麗、店員さんも明るいです。シンプルな作りですが各所に配慮が感じられていい感じ。他にお客様がいらしたので全体を映せずに残念。マルコチョイスの中華そば煮卵入り、マルオチョイスのネギそば、はい、いただきます。久々じゃないそれやるの。これねっこパン、韓国明太楽しみ、肉飯、肉飯、うん、透き通ってる、熱っ、熱っ、熱っ、あ、いい味、いい味、なんか豚骨の臭みがメンマが、ね、なんかね、ちょっと今まで見たことないような珍しいな。本当だ、あれ日本酒の麺細い、私の太麺一緒、同じよ、しっかりしてる麺、ね、うん、向こうの人にあのおだし、おラーメンを出しておいてくれる、うん、髪の毛に染まったって言ってたね。あ、この店はそういうシステムなんだなと思ったんだけど、うん、こっちも持ってきた時聞いてくれなかった。気をつけないとね、油だこれが、でも美味しい、でも珍しいラーメンかも、あんまりこういうの食べたことないかな、美味しいよ、美味しいよ、まどうしの卵を揚げよう、マジっすか、もういいよ、うん、相変わらず食レポが下手くそな2人でごめんなさい。スープは塩豚骨って感じでとっても美味しいです。もちろん豚骨の臭みもなくってさっぱり系、こってりを注文したんだけどさらっといけちゃう感じですね。薄味かなって最初思ったけど食べているとそうでもなくってしっかりとした味。麺は中華麺っていうよりも中太麺でもっちりとして初めて食べた感じ。うどんとも違うけどラーメンとも違うな。
私たちの知ってる喜多方ラーメンとは違う気がするけど、これはこれで良き不思議な感じ。丸尾市のネギはシャキシャキで辛みもなくて美味しい。チャーシューは普通かな。煮卵はこだわってる感じがして色も良くて美味しい。でも150円ってどう？高い？初めてなのでご飯物もつけてみたけど、ラーメンが食べ応えがあったからなくても満足できると思います。店内の女性の従業員さんがめちゃめちゃハキハキキビキビ働いていらして、気持ちよくって好感が持てました。お腹いっぱいでごちそうさまでした。めちゃめちゃ気をつけて食べていたんだけど、洋服に油が飛んでしまって、今度はマルコにも紙エプロンください。ごちそうさまでした。次回の動画は、いや宝石みたいです。ボリューム満点、フルーツもたっぷり、大人気のフルーツサンドのお店をご紹介します。美味しい大福の試食までさせてくれて嬉しい。来月には隣にラーメン屋さんもオープンするみたい。二度楽しめて二度美味しいね。お楽しみにしてください。Thank you.